見事勝利を収められましたジャイアンツ阿部監督です。おめでとうございます。はい、ありがとうございました。今日の試合は今シーズンの防御率1点台同士のピッチャーの投げ合いとなりましたけども、ベンチでどうご覧になってましたか？いや、序盤ね、あんだけランナー出たりするっていうのも想定外だったんですけど、ね、球数もたくさん投げさせられましたし、まあ、いい攻撃はできたんじゃないかなっていうのは思いますね。はい、その中で山崎投手が今シーズン最多の128球7回1失点7勝目を挙げました。ピッチングいかがでしたか？いや、もう最後ね、まあ、あの佐伯投手ともう投げ合いみたいな感じでね、まあ、本人にとっても、ね、大きい一勝だったんじゃないですかね。はい、6回を終えて球数も100球を超えていました。7回も続投させました。あの判断はいかがですか？いや、もうね、相手のピッチャーより本当は先に下ろしたくなかったんですけど、ね、まあ、そういうちょっと僕の意地も出して投げてもらいました。はい、そして野手の方では岡田選手が今シーズン初出場で初ヒット、そして粘ってのフォアボール、大きなアピールだったんじゃないでしょうか？そうですね、すごくファームでもね、状態よく、やってるのも知ってたんですけどね、まあ、ちょっと上げるのは遅いぐらいだったんですけど、いい働きしてくれました。はい、明日は2カード連続の勝ち越しがかかります。そちらに向けてお願いします。いや、もうとにかく今日ね、ちょっと勝ったんだけど、ね、あんまり気持ちよくない勝ちなんで嬉しいですけど、ね、いろんなミスが出たりとか、ね、やるべきことが全くできてなかったんで、もう一回ね、しっかり締めて明日頑張りたいなと思います。はい、ありがとうございました。ジャイアンツ阿部監督でした。